皆さん、こんばんは。今日は2024年8月28日水曜日です。今日のテーマは、習近平は中国経済を良くすることできるでしょうか中央集権体制は崩壊してしまいます。中国政府、国民の所得を増やすことはできない。 理由についいいて話をしたいと思います。中国の経済は悪化してきました。たくさんの理由があります。でもですね、皆さんご存知のようにコロナ終わりました。中国は経済ですね、最初、世界に期待されていました。中国の消費市場はものすごい復活、回復するでしょう。 しかしその後外国のメディアでは中国のリベンジ消費は期待外れだと評価されました。経済を悪くしたのは習近平なんです。でも習中国のメディアでは犯人はアメリカなんです。ドル高という理由で全てアメリカのせいにしています。習近平は第2の任期に入って 2016年、指導しました。国有資産を拡大し、国営企業を拡大しようと指導しました。2018年、両年ネの石油企業を視察して、まだ指導しました。国有企業とは、党と国家の柱です。つまり、党は経済を指導しましょうという意味です。 深鮮市の国有資産監督管理委員会という政府機構がありまして、上場企業42社を管理しています。例えば、深鮮市地下鉄、深鮮空港、深鮮航空、また多くのショッピングセンター、オフィスビルとかを所有しています。 この国有資産監督管理委員会の資産は5兆元という規模です。約100兆円兆ですね。最近公表されました国有資産監督委員会の収益は1月から5月今年の3389億円でした。同期比10%増加です。 でも、純利益はわずか49億円でした。同期費81.7%減少です。中央政府へ納税して、残りは13.8億円です。同期費93%減少しました。つまり、この政府の機構ですね、5兆円の資産を使用していて、5ヶ月間わずか 13.8億円の収益しかないんです。ちなみに、2022年がピークでした。当時ですね、今と比べると、現在の純利益は当時の5%しかないんです。特に、今年の5月、30億円の大赤字が出ました。原因はですね、新鮮市の大手企業、バンカーですね、バンクー 社長は大石さんですね。日本にいるんですが、この会社ですね。民営企業でしたけれども、現在は純国営企業ですね。この会社を助けるために、新選手は800億円を投資しました。お金を出したんですよ。そうでなければ、この会社は潰れます。結果ですね。でもよくないんです。物件は売れません。不動産価格はやはり下落していて、 また、新鮮市地下鉄、今年1月から5月、19億円の赤字も出ましたし、それも入れました。新鮮市の大手企業ですね、世界でも結構投資家に注目されました。莫大な投資を融資できました。たくさんの会社あります。紹介します。まずは、昨日の動画で紹介しました。 360という IT 企業です。次は平安グループ。例えば平安保険。平安銀行あります。まだ、ウワイですね。あります。そして、テンセントあります。まだ、少々グループ。そして、バンカー、バンカ中国最大のデジタル工業団地。これも新鮮市政府の会社です。まだ、BYD ですね。 DD とかですね。そして、純粉、配達企業ですね。やはり、中国では一番です。現在ですね、民営企業だと言えるのは、テンセントと360と純粉。一応、BYD もですね、民営企業ではありますが、でもですね、こういう大手企業にはですね、当の支部ありますので、2019年、新選し、この投資機構といいますが、 3兆元という規模でした。2022年5兆元達成して、現在は5.1兆元の資産規模です。新選手というのは改革開放の先導体でした。現在は社会主義実践の先導体となりました。ではですね、国営企業はどうでしょうかと言いますと、ソ連もそうでしたし、中国の 改革開放の前ですね、やはり失敗しました。現在はもう一度証明できました。まとめると政府、また国益にですね、やはり経済、あるいは市場を独占しますので。アメリカへ亡命した中国共産党学校の先生が分析しました。中国の歴史、文化には市場、経済について 中国人には理解できません。市場にあるのは商売人ですと資産家です。やはり心配なんですよ。信用できません。その代わりに権力者を尊敬する。国民の生活に関わるもの、すべて国がやった方が安心する。というふうに考えですね。モデルですよ。市場経済の本質とは個人、企業が。 自由化なんです。それぞれ独立して自由に活動できるのが市場経済です。つまり民間人は自分で決めます。それがですね、中国人には分かっていません。歴史上何回もありました。例えば大躍進ありましたし、財政の危機あるいは食糧不足となって悲鳴を上げます。そこで 民営化を再び推進します。つまり市場をオープンにして民間地に自由に商売してもいいですよと中央政府が発表します。そして市場経済となって経済はすぐに回復します。まだ一時的に反映もします。ただし少し良くなってお腹が満腹となったらすぐに 計画経済がいいよねと思ってくるんですよ。ずっとこの繰り返しなんです。中国の GDP ではなく、可処分所得について、中国の国家と計画のデータによりますと、GDP は、まあ、確かとは言いませんけれども、中国政府の発表の数字では成長なんです。でも国民の平均 カシ分所得はこの3年間ほぼ変わっていません。しかし、平均ですとですね、収入平均でしたらあまり良くないんですよ。大体中央値の方がいいんです。アメリカ、ドル高の影響で、中国この3年間、カシ分所得はわずか0.4ドル上昇しました。つまり、ほぼ変わっていません。ただし、GDP は成長していて、 でも実際的に収入は増えていません。これはあくまで統計局の数字なんです。実はですね、下がってるんですよ。本来ですね、中国の経済が悪化してきました。政府としては支出を抑えます。簡単に言えば、国民に豊かとなってもらうと、経済が回復する可能性はあります。しかし、これができないんですよ。 習近平は国、また国営企業を強化してしまったんですよ。我々は国信民体と言います。国が国がですね、強くなってどんどん前に進むですが、国民は衰退する。あるいは民営企業は衰退するという意味です。国信民体と言います。中国政府の手術についてとても不透明です。例えば、 公務員の給料はいくらでしょうか公表されません。ただし、参考できるデータがあります。公務員の人数は4,845万人です。国営企業の準公務員は3,054万人です。合計約7,800万人ですね。ただし、これには引退した公務員とか、 現役の幹部、初期、初期書ですね。含まれていません。一人ですね、年収10万元、約200万円弱で計算すると7兆元超です。約150兆円の規模であるんです。また、価値観の同じクズ国会の支援、これも不透明です。例えば、北朝鮮について、イランについて、またロシアについて。 どのくらい進しでしょうかわかりません。実はですね、最も多いのはインフラ工事です。でも、今となって習近平が指導した新室生産力といいますと、電気自動車、電気自動車の電池、太陽光パネル産業ですね、な、な、など、まだ半導体産業もそうですし、1兆元ですね、1兆元とかですね、そういう単位で 補助金、計画たくさんあります。アメリカのイエレンさんにしても、ブリンケンさんにしても、中国を訪問して、結構アドバイスをしました。それ以外に、世界の各社ですね、みんな中国政府にアドバイスをしました。政府が補助金を出して、消費促進するより、国民の収入を上げましょう。そうすると、消費市場は回復します。 良くなって、経済は発展しますよというふうに言っています。実はですね、リチャード・クーさんいらっしゃって、あのこの先生ですね、野村証券研究所の、えー、研究員です。大先生です。日本生まれの台湾系の方ですね。中国の先生は言いました。中国の問題を解決する方法はあるんです。例えば、家庭の収入を上げますように、 消費の需要はこれで増えてきます。しかし、中国の指導者は嫌がっていますね。という話がありました。でもですね、先生は、やはり中国の政治の制度ですね、体制について、えー、やはりですね、少し、えー、分かってないと思いますけれども、これについて説明します。習近平ですね、何をしているかと言いますと、中央集権的な 国家体制を作ってるんですよ。独裁政権の良さを彼は信じて、社会の資源を管理して、これから分配するというふうに思っています。例えば、春安新空ですね。特徴ありまして、何もなかった都市ですね。政府が計画して、この都市を一から作り上げました。これは未来の都市ですね。でもですね、全然ダメです。 鉄道ですね。アジア。世界かもしれませんが、アジア地域では一番最大な駅です。ただし、北京とこの春安新空ですね。一日、一分だけ、まあ、合計ですね。2回ですが、往復電車しかないんですよ。この体制ですね。実は西洋諸国、日本にもできるんですけれども、ただし、したくないでしょうし、国民も反対しますので、 なかなか難しいんです。でも、習近平にはできます。例を言いますと、ゼロ感染者施策ありました。中国特有のものです。習近平は独裁政権の良さを発揮して、厳しく社会を管理しました。現在は電気自動車、太陽光パネルと電池なんです。彼はですね、いくら失敗しても、 負けずにずっと挑戦しています。でもずっと負けてきました。でもずっと挑戦するんですよ。原因はですね、中国では自分のこの社会主義の良さを証明したいんですよ。独裁政権の場合は政府が強くて資源を全部管理して支配します。命令を出して国民はみんなそれを従っていくんですよ。 これが習近平の自信であって動員力だと言います。これはですね、西洋、諸国にはこれができないと思います。そうするとですね、中国ではどうしてもお金も管理してしまいます。つまり、この中央集権体制でしたら国民は貧困なんですよ。でも、中央集権体制でやると成果はすぐに見えてきます。しかし、 デメリットですね、絶対あるんですけども、数年後に見えてきます。例えば、中国ではゼロ感染者施策を実施しました。最初ですね、中国では多くの国民は嬉しかったんですよ。我々は世界一安全です。先進国は大変でしたね。やはりロックダウンはできません。これが我々の実施なんですよ。私の友達もですね、ずっと 当時ですね、我々いいよねと言っていました。でも私はですね、違うでしょうというふうに思っていたんですよ。まあ、動画でもお話をしましたけれども。これがですね、中国の社会主義の制度が良いとみんな思っていたんですよ。ただしですね、1年後、2年後ですね、みんな悲鳴を上げました。つまり、現在ですね、同じなんですよ。国を全国開けげて、 電気自動車産業に力を入れました。莫大な補助金を出しました。結果ですね、中国製の電気自動車、世界一多いです。生産量も世界一多いです。価格も安く抑せることができました。特に電池という産業ですね、生産量は世界一です。世界へ提供できるという自信も持っています。 でもですね、これは続かないと思いますよ。やはり消費の格下げがありまして、維持はできません。もちろん、国民の収入は増えませんので、そのうちに国民ですね、失敗よねと、気づくと、私は思います。やはりですね、習近平のこの電気自動車産業ですね、やっても、結局ですね、簡単に言いますと、雇用は全然増えませんね。 そして、この形ですね、実は中国政府も分かっているんですよ。もしですね、国民の福利厚生を上げたり、また国民の収入を増やしましょうとなったら、自分のこの中央集権体制自体が崩壊してしまいます。でも、この状態が進みますと、国民の不満が膨張します。習近平はここで、 また改革開放すると思われます。こういうことですね、少なくでも現代ですね、2回もあったんですよ。例えば、天安門事件ありました。民主化運動は失敗で終わりました。当初刑ですね、鎮圧しました。でもその後、改革開放を実施しました。つまり、政府は自分の権力を弱くとなるように調整しました。 簡単に言えば、国民に商売してもいいですよと言いましたし、民営企業も存在していいですよと指示しました。まだ上海の白い紙の講義がありました。習近平はすぐにゼロ感染者施策を中止にしました。でもですね、次の講義はいつでしょうか私はですね、思いますが、今年何々ですね、 起きるでしょうと私は思いますこれについて理由がありますのでまたですね次の動画で話をしますしかしですね習近平は改革開放をやってももう遅いと思いますやはり公務員の数が多すぎて自分のこの国家の安全を強化してきましたし政府の支出を減らすには公務員の数をですね大幅に カットしななけければいいいと思いますしかし、公務員がですね、リストラとなったら、大規模の抗議が起きると思います。例えば、これが、中国の税務局ですね、税務局の公務員ですね、出てきて、半年間も給料もらっていませんよと、政府お願いしますというのがありますね。我々にも、生活生存なんですよ、必要ですよ。ので、そういうふうにですね、悲鳴を上げました。 やはり公務員ですので、なかなか、まあ、逮捕とかですね、難しいんですよね。自分の仲間なんですよ。ちなみにですね、法輪功っていう組織がありましたね。中国には今でもあるんですが、でも中国の国内には、まあ、難しいんですね。当時ですね、法輪功を参加した方でですね、もともと多くの、えー、国益企業なんですよ。国益企業ですね、実は大変だったんですよ。当時は 改革っていうのがありました。でもですね、すぐに落ち着いたんです。やはり外資系がたくさん進出してきたのです。また、中国のこの官僚昇進システムも特徴がありまして、中央集権体制と同じなんです。政治の国には理解できないと思いますので、これについて例を言います。これも同じくですね、コロナ対策の時代を例にします。 習近平は指導方針を出します。州の政府はその命令を受けました。ここで一応ですね、基準を作ります。市の政府は州の政府から命令を受けました。また区の政府は市の政府の命令を受けました。この順番で県の政府となって、最後ですね、団地の住宅委員会が実施します。ただしですね、基準とは 難しいんですよ。ここで中国には特有の官僚の評価があります。例えば、感染者は何人までならいいでしょうかその基準がないんですよ。もし感染者が多ければ、官僚は失脚、あるいは逮捕されます。こういう事例ですね、たくさんあったんですよ。感染者が少なければ、あるいはなければ、官僚は高評価されて、 昇進できます。また、団地の政府となったら、自分の給料、ボーナスという制度となってきますが、効果です。この体制と同じというのは、GDP の効果体制です。しかし、コロナ対策についてですね、なってくると、感染者がやはりいない方がいいんです。でもですね、これについて、デメリットは数年後出てきました。現在は結果論です。 経済は赤字できました。また当時、白い服を着る悪魔がたくさん出てきました。当然、GDP 優先でしたので、必要な工事をたくさんいっぱいも作れてきました。これも影響あります。例えば、先進国ではコロナと共存するという体制ですね、ありました。例えば、ウィズコロナだと言います。これを実現するには、医療体制。 医療技術、医療の保険制度、有効な薬と効果のあるワクチンなどなど、そういうものが大事だしでしょうと思います。しかし、中国の体制には、ウィズコロナですね、絶対にできません。集団免疫を実現するには、臨機応変が大事なんですよ。例えば、病院のベッドの数ですね、満員となったらいけませんので、 臨機応変で調整します。やはり医療技術が大事なんですよ。しかし、中国の体制にはそれができません。中央政府としては、イエスかノーしか出せないんですよ。あるいは、ありかなしかですね、しか命令を出せません。結果ですね、このゼロ感染者しかないんですよ。あるいは、全国の国民が一気に感染するかですね、しかないんですよ。 最後ですね、みんな感染してしまいましたけれども、薬もない、なかったんですね。同じく国民の収入となってくるとですね、では国民の収入を上げましょうと、多くの経済学者提案していたんですよ。でも同じく中国にはその体制がないんです。例えば、中央政府は命令を出しました。国民の収入を上げろと。これはいいんですね。 これがですね、地方政府、まだ官僚の、こう、重なってくるんですよ。そうすると、地方政府は、きっとですね、飲食店、あるいは民営企業に命令を出します。従業員さん、労働者に給料を上げろよと指導します。命令を出します。あるいは、勤務時間を延長にしましょう。これで残業代、収入を上げましょうと命令を出すと思います。 でもですね、可能性高いのは、やはり経済良くないので、最も可能性高いのはですね、低平の人口を駆除すると思います。北京ではこれがありましたし。なので、実はですね、そうすると、社会がむちゃくちゃとなってしまうと思います。結果ですね、経済はさらに悪化してしまいます。つまり、習近平ですね、もし経済を良くしたいのであれば、 かなり改革をしなければいけません。もしですね、それができたら、自分のこの中央、集権体制、崩壊してしまうんですよ。集権平にはそれができるでしょうか私はですね、難しいと思いますね。でも、臨機応変で調整するかもしれません。それがですね、今年はないでしょう。来年もないでしょう。かなりですね、中央の経済は赤。それまで待つと思います。 でもですね、悪化するんですが、調整しても効果はあるでしょうか例えばですね、中国から移転した会社ありますね。例えば、キヤノンですね、移転しました。ではですね、帰ってくるでしょうかそれもまた問題なんですよ。私はないでしょうかと思います。そしてですね、中国の経済はどんどん悪化すると思いますので、社会では多さんの変化ですね。 おかしいことを受けていますので、それを少しずつまだ話をしたいと思います。この動画はここまでしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。